なってさ、花ちゃん結構こうやだね。あれさ、こうどこまでが一番自分的にいいかって思ったけど、そう、なんか一回ね、なんかなんだっけ、カウントダウン TV さんの時かな、なんか一回こうちょっと起きてみたんだよ。そしたらなんか変で、なんか私が変で、だからちょっとこうしてみたよ。むずかった、なかなか。なんかライブとかとはまた違うから、そう、むずかったね。2画面、そう、2画面になったんですよ途中で。細かい、確かに結構ね。めぐんありがとう。そう、キティちゃんともね、キティちゃんともお写真撮れて嬉しかった。可愛かった。こんばんは。嬉しい、つゆちゃん見てくれてたの、後ろにいたのありがとう。でもなんかどうしてもさ、こう真ん中の後ろだとさ、なんか見切れるよね。見切れてる時のやっぱ顔もさ、可愛くいないとね。嬉しかった。そう、隣にいた、やっほー。メイクだってそのまま、そう、あそこもね、切ない。結構あれはカメラさんが手に持ってて、カメラ手に持ってたからさ、すごい近いかなと思ったけど、思ったよりあれで、でも結構ね、合わせるのをね練習したね。私くい近い、近いよ、絶対に近い。そう、認定式、そう、姿勢気をつ、そう姿勢、何回も昔のありがとう。今日のね、ちょっと一応ね、いつもよりねちょっと高かったかも、2つの位置。高め好き。クリスマスの動画めっちゃ恥ずかった、あれ恥ずすぎて。でもコメントがみんな優しかった。何してるショートのやつ、みんな優しかった。明日一生本当の子、ああ教えてね感想。ラミューミーちゃん、そうね、ちょっと高かったかも。そう、多分その位置かなあ。エクモナちゃんありがとう。そうなんですよ、確かに。そうだよ、レネツお疲れさん、ありがとう、やっほー。ショート動画見てた、まみたーちゃん、ありがとう。話題もこんばんは、日曜日の話がよろしくよろしく、みなーちゃんありがとう。でも緊張したんだが、普通に緊張ってか、マジで動画も緊張したよ普通に。あんなさ、今スタッフさんいっぱいいる中で、もう恥ずかしい恥ずかしい。そう、でもみんなのコメントで、なんだろう、喜んでくださってたら嬉しい。喜んでくださってるのがこう、なんていうの、コメントで見えて嬉しかったよ。OMC 届いた、ありがとう。そう、難しい、あれはずいよ普通に。お母さんみたいだったやばい。手持ちで、OMC 唐突に、あね、そう、唐突に画面びっくりだよね。一人撮ってないもん、いた、めっちゃ みんな言いました。衣装版明日だね。キアリさんの、そう、なんかキアリとずっと写真撮れなくてさ、やっと撮れて、ほんと、もうやっと撮れました。一人でしてく、ほんとにそう。でもやっぱ照明とかね、やってくださってして、今日は緊張して、なんか生放送はやっぱ緊張する。やっぱりさ、それこそ衣装とかも怖いし、なんか
その一発でやっぱ決めないといけないのが生放送は緊張ですね。なんか生放送じゃなかったらまだあれだけど、レンレンありがとう。嬉しい、マナありがとうね、教えてあげて。そう、一生結構怖い。なんか最初のなんか寝てスタートした時に、なんかその時点で一回なんか飾りが隣の花ちゃんのなんか一緒にちょっと引っかかってそうで、なんか一回こうやった、なんか一回こうやってワンチャン引っかかったのかもしれないと思って。そう、もう出だしにさ、もう起き上がれなかったら終わりやん、もう絶対に。だからもう怖かったよ、怖い、ドキ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 。序盤はもう引きずる、しかもそのなんか何も終わってないしね、なんか歌うとこも終わってないし何も終わってないのに出だし引いてやれしたらもうなかなかだよね。そうだよ、始まってすらない、本当に無事に終わってよかったよ。生放送はやっぱ緊張だね、何事も。見たよ、だって言う、ありがとう。ああまあいっちゃ、結構リハーサルから時間空いたよ。やっほー、お疲れ様、ありがとう。2時間しか出せないね、全然。なんか他のアーティストさんはお会いはできなかったんだけど、テレビで見れました、皆さんみたいに一緒みたいな感じで。ラビーハートありがとう、はなちゃんもありがとう。そうそうです、緊張しいですよ、とっても私は。こんばんは、ごまさばありがとう。フルとどっちがいい？フルは緊張するよ、いろいろと緊張するよだいぶ、無事はという方も本当に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 アイドルさんたくさんだったよね。そう、右に傾くところ緊張しそう。あ、これね、これね、こうちゃん結婚してよろしく。あそこもあるしね、やっぱ最後らへんのさとこもあるから。フルは結構あれだよ、見つけやすい髪、確かにみんな今回あんまり結んでないからね。今日はせいちゃんありがとう。そう、あのね、ラッサビのとことかね、なかった。キティちゃん思ったより大きかった、大きかったよ。やっぱり何回やっても緊張する。なんかなんて言うんだろう、練習の時とかはなんかできても、なんかこうマイクを通してさ、なんかカラオケとかもそうだけどさ、なんか地声とさ、地声っていうかなんか普通にさ、こうやってこう喋ってる声とマイクって全然ね、声がなんか変わるから、なんかむずい。むずかったね。だからそれこそなんか高くないけどなんかずれたりするとすっごいわかるから、なんかそう、あんこちゃんと、いやなんかあんこちゃんとのパート、メイクだってそのままのところは今まではなんかそんなことなんかあ、なんかずれるとかあんまなかったんだけど、初めてなんかその壁にぶち当たって一回っていうか、またそんなだけど、なんか多分メイクだってでちょっと空を伸ばすとちょっとそのメイクだってそのままとちょっとこうなんかなんて給付みたいなやつで、なんかリハの時多分歌い方が2人とも違って、なんか結構なんていうの、声は合うんだけどなんかなんちょっとずるくじゃないずれて聞こえてて、なんかなんかどなんでだろうみたいな感じだったんだけど、あのずっとそこを2人で歌って、であのそこのちょっと切る感じで、でもなんか歌っててもあんこちゃんの声聞こえなくって、
そう遠くにいて、あと耳も違ったから、だから本当にそうメイクだってそのままって練習しました。あ、そしたらなんか本番は全然リハよりは良かった気がする。こうちゃんとありがとう。そう結構ね、だからいろいろありますよね。なんかこうソロだと一人の声だけど、ユニゾンだとさやっぱりこう合わせるタイミングとかちょっとのあれ早いとかでもちょっとあれだからね。そうイヤモニはしてるよ、してそうしてるしてたけど、なんか結構あれだった、むずみ。そうしかもなんて言うんだろう、なんかその耳でちゃんとねこう動画とかで見るとなんかダイレクトに感じるから、じゃあハタありがとう、カニ結婚してよろしく。なんかヤオリはあのコンサートとかの時とかは回線が一緒のメンバーがいるんだけど、歌番組とかの時はあんまなんかいなくって、そういうのはなんかみんなの声が聞こえるって感じだけど、今日は聞こえるけどその一緒のパートの子はやっぱ自分も歌うからね、そう聞こえるのむずいね。さとみちゃんありがとう、お疲れ様ありがとう、どうぞ結婚してよろしく。うんそう他のメンバーとかよかった、そうみんなね結構薄いよね前髪。こんばんは青の洞窟。そうなの、嬉しい、いくらの方いた。ともちゃん職員さんだありがとう、うん、テルファイさんありがとう、さあちゃんありがとうね、お話かよろしく。前髪薄いの多い、特に今日はなんか照明が暗かったんですね、割とあのリハの時ちょっと暗めだったので、そうなんか確かに薄い方が影になんなかったね。しーちゃんメリークリスマス、クリスマス、うん、かぎちゃんハートありがとう、めぐにハートありがとう。そうラストノートはそうだね、ラストノートは結構薄めは多いかな、でもなんかなんだろう何曲かやるときは増やすよ、ちょっとなんか崩れそうだから。りょうたくもありがとう、うん、やっほー、娘前髪好き？そうでも本当にそう何曲かやるとそう絶対にこの前髪は秒で崩れちゃうから、絶対だからうん重くするよ、うん。ケーキちゃん結婚してよろしく、夏はダメだよ、うん。そうね、1曲2曲ぐらいまではいけるかも多分、なんか3、4曲いくと危ないかも。スペイブきつい、スペイブは重めじゃないと無理かも、ちょっと重め。今日のメイク好き、本当？今日こうしないと色が分かりにくい重めの方が好き、本当に？重めの方が多いのかな、1曲限定は。なんか1、2曲ぐらいだった、あのコントこれとかだったらいける、ラストノートだったらいけるかも。重めが見慣れてあるかも。あでも2曲とかならいけるかな、前髪今そうちょっと長いかも。どっちも好き、今日ぐらい、あ本当に？なんか結構そうね、なんか歌番組さんとかだと照明で顔が暗く見えたりもするから、そういう方があれいいのかもしれないけど、ライブの時とかは
なんて言うんだろう、割とあれ重いかな。6周年の時の前髪がいい。6周年の時結構あれだったよ、重めだった。さすがにね、めっちゃ曲やるからさ。シューティングハートありがとう。前髪で暗くなっちゃう。そうなんだよ、だから難しい。でも歌番組さんぐらいだからツーショット、ツーショット会は難しいね。でも結構影になる時もあるんだよね。重めも好き、こんばんは。でも重めの写真あんまり最近上げてないからさ。みゆたハートありがとう。あ、でもこの間のコロネのツインした時はちょっと重めだったかも。あれぐらいはいける。アイドルは重め多い。なしはないかも。ちょっとね、おでこがね広いすぎて軽くないよね。でもそうだよね、お渡し会の髪型は。でも飾りが2個、なんか可愛い系にしようかな。トコツもハートありがとう。通所のために生きてる。通所ね、楽しみです本当に。通所、お話し会の髪型。お話し会は結構自由だから、それこそちょっと前髪を重めにしたりとかいろいろできるよ。ジュアンハートありがとう。ユーありがとう。ジェイジェイ雪の化粧ありがとう。ほんとにマジでおでこ広いんだよ。もうね、びっくりしちゃう。なんかもうほらこう透けてるだけでもわかるかない？おでこ広すぎなんですよ、とっても。バージョン入っていい、重めの班。本当に？おでこ？本当に？ツーショット、その時間次第かな。そう、あと激しい曲だったら1曲でも厳しいかも、薄いの。前髪固めたら、そう、オンライン話し会の時は固めない、いつも。なんかさ、ケープやりすぎてさ、なんかマジ一時ケープさ取れなかったんだよね、ずっと前髪やばくない？つけすぎやん。そう、なんかずっと何かいるの、こう口でやってたら感じるんだよね、やばくない？でも最近はなくなったけど、マジでやばい。今日とかも結構やばいか、パリパリにしちゃってる。おでことしたら、まあね、おでこね。そう、来年からありがとう、ハヤト。そう、しかも黒のケープだからさ、結構あれなんだけどね。なんかいるよ、これなんだ？ニットな。ガチガチ、ガチガチ。なんか今日とかもさ、こうやって始まるじゃん。前髪絶対こっち行っちゃうからさ、絶対固めないと。この体勢とかなかなかならなくない？そう。前髪グルーはね、そう、今日はここ止めてる、ここ。ここを止めてなかったら結構こういっちゃうから。そう、前髪のやつ崩れてね、スタートはちょっと悲しいよね。前髪グルーね、止まります、めっちゃ。今も前髪、こう、これがさ固めてなかったらこういくやん、全部嫌だったからね、固めましたよ。横になって、そう、結構固めた。こう、ありがとう、スノードン。そう、今日の前髪はね、薄めでした。
ラストノートだったから。ラストノートは前髪と、うん、結構ね、そうだよ。そう、前髪はそうやってもらう時もあれば自分でやる時もある。うん、そう。あとさ、なんて言うんだろう、ケープやりすぎるとさ、そのな、何こうあれなんだよね、ここ前髪薄くてめっちゃケープやったらなんか中がさテカるんだよね、めっちゃあのパウダーやっても。うん、そう、難しいよね、前髪テカテカになるから。そうなるんだよ、なるなる。おでこバキバキ、わかんない、触ったことないけどなってるかもしれない。やっほー。そう、あーなんか前なんかこうやってやってやってたこともあるけど、なんかそうするとその時に崩れるんだよね、だから難しい。先ほどさっき終わって帰ってきた。あーよーまるありがとう。新しく出るゲームのやつ、え、そう、ゲームのイコナイジョイのゲームのやつ、そうハーフツインにしたんだよ。そしたらみんながめっちゃあの言ってくれてた、あの名前見てた、名前で調べてたら、そうハーフツインかわいい、めっちゃそうめっちゃ言ってくれてた、嬉しかった。制服だったね。うん、そう、大優勝だった。まあ、確かにもうすぐ、そうもうすぐだよ。サンタもいたね。事前登録、ええー、でもありがとう。私を出してね。ゲームめっちゃ楽しみ。楽しそうだよね、あれ。めっちゃ楽しそうだった。なんか予告？予告映像みたいな感じのやつ。うんうん。おとぎあったね、懐かしい。確かに今日ありがとう、コアハートありがとう。そうだよ、もういつだっけ、並び爆順珍しい、珍しかった、あいう順だね。え、あるのかな、え、そんな制度、課金制度、まだわかんない。あるかな、なんかあんまりさ、自分があんまりさゲームをさ、あれだからあるんか。ロイヤルマッチさん、ロイヤルマッチさんはでもやってるよ。エブリンさんのお洋服ありがとう、みゆみゆちゃん26日から発売だよね。なんかリサが着てる写真で見たいっていっぱい言ってくださってたんだけど、まだそうリサのあの手元にねなくって、そう届いたら着るねすぐ。うん、明日衣装本発売だよ。あの衣装本あれだよね、しのぶさんインスタライブされるんですよね、見よう。そうそう、でもね、どっちも可愛いよ、色。そう、悩むよね。可愛い系はやっぱりピンクだね。可愛いわ。うん。そう、可愛い。見つけてありがとう。ほぼ毎日あるね。あるね。クロセーラーのショット。写真もね、バイト言いまして、その写真、写真集じゃない。衣装本の。うん。久しぶりやん、みゆたんありがとう、来てくれるの。うん、アンコルとツーショット、そうアンコちゃんと撮った。まなめるちゃんありがとうね、ありがとう。そう本当に、だからなんか質問とかね、あの募集してらっしゃりやし、してましたよね。あ、デグちゃんありがとうね。そう、
リサも見るインスタライブ。あーリアタありがとう、ダムちゃん。ミッキーハタありがとう。うん、このビデオ通話のやつ見てくれたのね、もうありがとう、ありがとう、見てくれていっぱい見てね、クリスマスまでずっと。うん、そう、リサの身長でぴったり。なんかワンピースはなんかリサがねだいたい160センチぐらいなんですけど、160センチってさ多分女の子の中ではさ、どうなんだろう、平均が158ぐらいじゃない、だからちょっと高いんですね。だから私ぐらいのファンの方だったらよりもなんかどうだろう、なんか意外と私よりちょっと低い方がだいたい標準だから158とかだと、だからって思って、私に合わせると結構長くなっちゃうんだけど、そうだからそのあんまり高すぎないくて、低すぎてその会えないとかなる、あの会わないとかなると着れないから、私ぐらい、私はロングよりちょっと短いかなぐらいで、うーん、そうだからね、全然なえめっちゃ長いみたいなことはねならないと思う。そうめっちゃ長いみたいなにはない、だからちょっと短め、私的には。え、そう早くね着てるとこをねお見せしたい、じゃないとなんかこうそうだよね、イメージ画像みたいなのがね欲しいよね。26日までに行けるかな、ちょっと行けるように言ってみるね。うん、そう、こんばんは、ビデオ通話のやつ誰とのやつやんと聞かれた、楽しみにしてて、どっちもね撮れたら撮るね、かわいい、全部かわいい。でもねすごい悩んで、でもピンクはやっぱかわいいじゃん絶対王道的に。そうでもなんか中にはさやっぱ甘々よりかはちょっとなんかちょい甘ぐらいがいいっていう方もいるじゃん、そういう方は白の方がいいかな。白って言ってもオフホワイトじゃなくてちょっとなんて言うんだろう、こんぐらい、ここまであれだけど、こんなんか真っ白ではない、そうそう結構あるねどっちもピンク可愛いよね、あとここもね可愛いです、可愛いですね、お疲れ様ありがとう。そうアイボリーよりなんか白だとねちょっと汚れが目立つ汚れが目立つというか、なんかこぼし、なんか私なんだけどそれなんかこぼしちゃったりとかするとちょっとね目立っちゃうじゃん白って、あと透けるじゃん白ってやっぱ、だから私も結構洋服買う時白よりかはちょっとそのアイボリーよりがいいから、そういう真っ白ではない、そうマジで26日に発売だからそれの前にねあげれるようにしたいよね。そうそう、あれでちょっとイルミネーションとかね行ってお出かけした雰囲気とかねあるのもいいね。そう、うん、お疲れ様ありがとう。そうマジでね可愛い、同じだ、同じデザインなのに全然雰囲気が違うよね、楽しみだよねマジで、びっくりだよラフォーレさんとコラボなんて、私も買いに行ってんのにいつも。うん、ジュアンハートありがとう、ミオありがとう。さっきそうだよびっくりだよね、さっきまで歌ってたの緊張してたの一瞬だね。通称、え嬉しい、通称確かに
通称嬉しい。うん、バキハも合いそう、白のバキハ。うん、みんなねそれぞれ本当にブランドさんでねコラボとかすごいよね。本当にすごすぎ。リュウハートありがとう。うん、そうそうなんです。そうキラキラ。全員すごいよ本当に、びっくり本当に。なんかポストカードもあるよね。おしゃんですね、おしゃん。すごいわかる。トートバッグも可愛い。もうなんかコーデできちゃうよね普通に。ライブ参戦コーデ完成しちゃった。ゆうもやっほーやっほー。ポップアップね気になる。うん、でもネットでも買えるのはいいよねやっぱり。全身コラボでいけるよね。マジでライブ参戦できちゃう。ライブ参戦コーデ即帰宅アイドル。そうだよ。え、なんならリサより先にショールーム始めてたメンバーもいるんじゃないって思ったけど、どう？私結構ゆっくりしてたからさ、ゆっくりというかすぐ帰ってすぐじゃなかったから。うん、本当にすごいね。本当にすごい。あんなやってた、早っ。鬼早しょうこ早い。でもしょうこ絶対さ帰ってすぐじゃんねって思うぐらい早いよね。ちょっともゆっくり、もうなんか座んないんじゃない、あのなんていうの、ショールームするとこに座んない、そこ以外座んないで来たみたいな感じあるね。りょうたありがとね、タワさん早っ。ライブ後も早い、わかる、早い、びっくりする。りょうたありがとう、いつも見てくれて。座んないっていうか、なんかなんていうの、ショールームするとこ以外さ、もうそう玄関でも「ただいまおかえり」、あ、誰もいない、「ただいまおかえり」じゃない、行ってもう普通にここに来てもなんじゃない、もうそう思っちゃうよね。早い早い、マジ早い。りょうた何タワーこれ、ありがとねいつも。絶対そうだよね。いや違うかもしれんけど、鬼の速さだよ、びっくり。私もさっきまでいたよねって思う。56分やばい、間に合うかな。でも絶対書きたい、りょうた家入るわけ。待ってそれは早すぎやろ、どんだけ早いの、スタンバってんの、なんならコート着て、やばすぎ、今からどっか行くの状態じゃん。さすがにね早い、でも行動早いからね。やばい、急がんとやばい、やばい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 。嘘でしょ、そんなこと言われたの。友達厳しい、それな本当に。でもいける、いけるよ、友達厳しい、受ける、ガチ厳しすぎやろ友達。かけた、はい、りょうたありがとう、いつも本当にありがとう、ずっと大好きでいてね、ありがとう。なんか今日のクマ面白い顔してる。面白い顔してるよ。言って見つめてるよね、やばくない、どこ見てんの。ありがとね、ほんとりょうた見てくれるだけでいつも嬉しいから、これからもまたコメントいっぱいしてね、また
ありがとう顔ゆがやめてよ、あたり急ぎすぎて顔歪んじゃった感じやばすぎありがとう、本当に早いよね、かけるなんかでも建築受けるありがとう、うん、ありがとうね、本当にいっぱい見てくれて、いつも本当にね毎日見てくれてるよね、ありがとう。癖強めだったね今日もね、ありがとうりょうたん、建築できてよかったよ本当に。あと1分やめて、やめて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 。13位コア、12位チャルモグ、11位 GC ポム、10位ミオ、9位マミタ、8位シンイチ、7位カニ、6位ズッキー、5位ケイケイちゃん、4位ザンマイちゃん、3位カナタ、2位トメゾ、1位がリョータでした。リョータありがとうね、建築もしてくれてありがとう、見てくださってありがとうございました。今日はあの FNS 歌謡祭、ぜひぜひじゃない、ありがとうございました。インスタも更新したので、ツイッターもねぜひ見てください。いっぱいポストもしてくださって本当にありがとうございました。全部見てたよ、ありがとうね、また配信するね、バイバーイ、おやすみ。あ、間に合ったよ全然、ありがとうございました。